どうもはじめまして、和田英衣です。この度はこのような賞をいただいて嬉しいです。ありがとうございます。和田英衣と言います。音楽と美術の間で活動してます。2009年から、旧式のオープンリール式テープレコーダーを演奏するオープンリールアンサンブルというグループを、活動しています。結成して活動しています。こういった、テープレコーダーを、手やコンピューターでスクラッチして音楽を演奏します。で、一方で、展示作品も作っているんですけど、これは、去年1月にここナレッジキャピタルでも展示した、フォーリングレコーズという作品です。で、最近はですね、エレクトロニコスファンタスティコス、というプロジェクトをやってます。で、これは古い電化製品を電子楽器として蘇生させ、合奏する祭典を目指すプロジェクトというふうに言ってるんですけど、役割を終えた電化製品に電子楽器化、かっこ妖怪化の道をっていうふうに言ったりしてます。まあ、妖怪っていうのは江戸時代に、桶とか傘とか使われなくなったものが、もののけとして出てくるっていうようなビジョンがあったと思うんですけど、現代におけるこの妖怪っていうのは、やっぱ電化製品なんじゃないかなっていうふうに、思ったわけです。で、日常の生活を便利にするっていう役割においては、撤退した存在なんですけど、僕は結構この、なんか分解したりして遊んだりしてるんですけど、やっぱりですね、いじってて思うことっていうのが、電気電波電子電磁の、面白さであったり、なんていうんですかね、不思議さみたいなものをこう見出すわけですね。で、なんていうんですかね、その向こうにあるなんかこう自然の摂理みたいなものともつながっていて、でそれとこう対話するためのツールとして、見た場合、あるいは楽器として見出した場合には、この子たちはまだこう命を宿してるっていうふうにこう思うわけです。で、そのサウンドっていうのが決してこう優しい音ではなくて、結構うめき声のようなこう声が聞こえてくるんですけど、これはやっぱ妖怪なんじゃないかなっていうふうに感じました。で、その向こうに都市における新たな土着音楽であったり、電気電波電子電磁の奇祭っていうものが存在するんじゃないかっていうふうに、待ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最初に描いた絵っていうのがこういう絵なんですけど、それがこのビジョンが浮かんだわけですね。で、2015年から、家電を集め始めて、こういった、東京都墨田区にアトリエを設けて、実際に集めて、で近所からも差し入れが来るんですよ。こういらなくなったものがこう持ち込まれてきて、で、それを改造して、可能性を探っていく。で、実際にちょっとどんな楽器が今までできてきたかっていう紹介をしたいと思います。この最初に描いた絵なんですけど、ここに象徴的なこうモニュメントが立っているわけですね。で、これは僕の中ではカニの足なんです。で、カニの足が地面から生えてきて、で回電波を発し始めるっていうような、ビジョンがあって、でそれが何本もその足が立っていて、でその周りを受信機を持った人々が徘徊することで、その電磁波をキャッチして、それが空間でミックスされて、でそこに家電のうめき声がこう重なっていって、オーケストレーションしていくっていうようなビジョンが浮かんだわけです。でその、こういったアンテナなんですけど、で実際に作ってみたのがこれですね。で、これは高松メディアアート祭で、展示した時の、プロトタイプの展示なんですけど、こんな感じでラジオを持って人々が徘徊して音を奏でていく。で、これコンサートも実際にやりました。で、最近はこれぐらいに、大きく成長していて、で、人々が電磁波をキャッチするためにこの電波塔にたかってる様子ですね、これが。で、ちょっとこれは飛ばします。ブラウン管ガムラン、これはですね、ブラウン管テレビから出てる電磁波を素手でキャッチして、音に変えていくっていうような、ものなんですけど、もともと一人でずっとパフォーマンスをやってきていて、
で、まあ、2011年以降あの地デジ化っていうので日本では大量にブラウン管がまあ破棄されたんですけど、この写真を見ていて、インドネシアのガムランアンサンブル、これとも同じだなっていうふうにこう感じたわけですね。これはもうガムランアンサンブルやるしかないんじゃないかなっていうブラウン管で、ということで、去年あの茨城で、プロジェクトやったんですけど、もう近所からとにかくブラウン管家に余ってたらもう持ってきてくださいって言って、あのいろんな人が持ってきて、でも実際にこれぐらい集まって、でこれを、使ってガムランアンサンブルを結成したんですけど、これがあの並んでる様子ですね。でこれは日立 の, あの駅前にある広場の地下空間にブラウン管を並べて、1人で5台のテレビをまあ演奏して、全部で22台あるんですけど、でこれはあの近くの小学校から寄付された大型のテレビなんですけど、もう太鼓に見えるんで、太鼓のバチにコイルを巻きつけて、でブラウン管の電磁波を、キャッチするっていうようなことです。ちょっと動画を見つけたんで流します。これあの演奏者は現地であのメンバーを募集してバンドを組みました。半年間かけて、プロジェクトをやりました。こんな感じで、やってます。でボーダーシャツアイザー、ブラウン管テレビにあの縞模様を映すことで、その縞模様の本数で、実は電磁波が変化して音が、まあ、変化してたんですけど、この縞模様を、まあ、見てるときに、ということはあのボーダーシャツ、自分が着てるボーダー服からも音の信号が出てるんじゃないかっていうふうに、まあ、感じたんですね。で逆に今度はあのビデオカメラでボーダーシャツの、模様を映して、その映像信号を直接もうスピーカーにつなぐことで、音を出してみようというふうに思ったんです。で実際にやってみたら、縞模様の本数の違いによってその映像のノイズの音程がまあ変化したんですけど、多いと、高い音、少ないと低い音っていうのが出てきて、まあ、つまりあの映像のあの操作線との関係なんですけど、NTSC っていうあの規格なんですね、あの日本では。それがまあ 60Hz っていう周波数なんですけど、ボーダーシャツの本数 ×60 が音の周波数としてまあ出てくるっていうことが分かって、つまり12本のボーダーシャツっていうのはだいたいあのラの音を持ってるっていうようなことなんですけど、こうやってもう見ててもボーダー服を見るとなんかだんだんこうちょっと分かるようになってきたんですけど、ちょっと実際に演奏してるところ。こんな感じですね。あの今はもう映像を見てたらもう演奏したくなってきましたね。で、こういった、ボーダーシャツをデザインして、これがまあ周波数の違いになっていて、
で、街中でボーダーシャツの人を捕まえてシンセサイザーになろうみたいなこともやりました。これはもう自分 の、 ボーダーシャツから出てるノイズを聞いても恍惚の表情を浮かべてる人です。換気扇サイザーで、これは今回賞をいただいた作品なんですけど、換気扇、いろんな換気扇があるんですけど、それやっぱり DJ プレイしたいなっていうふうに思ったんですね。で、実際に作ったのがこういったものなんですけど、換気扇の羽の枚数がよく見ると違うと思うんですけど、これは後ろから光を当ててソーラー電池で音を拾うことで、換気扇が回ることによって光が点滅すると思うんですが、その点滅がそのまま電気の波になって、音になるっていうものなんですけど、つまり換気扇の羽の枚数を設計していくことで、それが音階になるんじゃないかっていうことを実験していったわけです。で、最初はですね、こういった感じで段ボールを切って、いろんな羽を作って、どういうふうにその変化するかっていうことをやっていったんですけど、これをやってるとですね、そのオクターブの違いっていうのは波長が倍になるっていうことなんですけど、その間をこうどういうふうにこう割っていくかっていうですね、音楽のこう歴史をちょっとこう追体験してるような感じがあって、ちょっと自分がこうピタゴラスになったようなこう気分がですね、換気扇を通してこう、学んでいくっていうようなことができたわけですね。で、実際に、あ、なるほど、こうやってこう平均率とか純正率ができていったんだっていうことを、もう換気扇に宇宙を見出したわけです。で、もうありえない羽の枚数をの持った換気扇の羽をプリントアウトしたりっていうようなことをやりました。で、最近はですね、12台の換気扇を使って演奏してます。これは去年のアルスエレクトロニカで演奏している時の写真です。もう大繁盛してる焼き鳥屋みたいっていうふうに言われましたね。はい、扇風機、こういった扇風機も寄付されたんですけど、これをなんか楽器にできないかなっていうふうに考えまして、これは、一人でやっぱり演奏できるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。なんかこうギターのように演奏できるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、ジミヘンが演奏したらどういうふうに演奏するだろうかなっていうことを考えたんですね。で、 Google で、画像検索して、コラージュを作ってみたんです。ジミヘンが扇風機を演奏するとしたらこうなるんじゃないかなっていう。で、これはもう本当にあんまり縮尺変えずにぴったりはまったわけですね。で、こっちで演奏してるあそこによくね、回転数を変えるスイッチがこうあったりするの、あれいじってんなみたいなことですね。で、作ってみたのがこういったものです。で、これも数学的なものでですね、計算してどういった波長が出てくるかっていうことをやってるんですけど、12平均率とは違うんで、扇風率というふうに名付けました。ちょっと実際に演奏してる、何なんだあの音はっていう感じで見てるんですよ。いや、扇風機泣くんですよ。これがもうめっちゃ泣くんですよ。もう扇風機が泣くわっていう。で、これバンドを、去年やったですね。4人でやってます。やって4人で、みたいな形ですね。
ライブ後半になるとちょっともう扇風機がもう泣いてるっていう感じなんですよ。もうすいません、ごめんなさい。でちょっとここでは紹介しきれなかったんですが、まあ、いろんな、プロジェクトをやってます。で、まあ、今後もいろんなことを、やっていきたいなと思ってます。例えば梅津和夫と梶秀樹のコラボっていうのはぜひやりたいんですけど、ボーダー服がですね、梅津和夫は低周波で梶秀樹は高周波なんですけど、重なって和音みたいなのやりたいですね。そんなことをやって、あとまあ東京タワーはもう巨大な家電みたいなもんなんで、あれとかも通天閣とかももう全部電子楽器にしちゃえっていうふうに思ってますね。もう人工衛星とかもなんか楽器になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、僕が好きな絵で、ミハエル・エンデの文明砂漠っていう、まあ、絵があるんですけど、これはスタレ文明が廃墟になった街をですね、親子が寂しそうに歩いていくっていう、まあ、絵なんですね。でこの先を曲がったその先にこれがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてるんですね。そこは砂漠化、心は砂漠化してないっていうふうに、思ってます。これが実現した暁にはぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。